ポケットモンスタースカーレットバイオレットやっていきましょう。竹雄です。ということで本日なんですけれども、こちらアメモース使っていきたいと思います。アメモースはですね、ネバネバネットを覚える数少ないポケモンの中の一匹でして、で今回ね、アメモースって特性が威嚇がありましてね、それも噛み合って先発サポートに向いているポケモンなのかなと思ってね、今回は使っていきたいと思います。で今回はちょっとね、クレセドランと一緒にね使ってみようかなと思います。よろしくお願いいたします。では1戦目やってまいりましょう。アメモースのネバネバネットによって、相手のね素早さを下げることによって、こちらのヒードランとか海竜とか、そのあたりのね微妙に速いポケモンたちが結構先手にね出れるっていうのが強いんですよ。さあ、そして今回ここはアメモースが、出てきまして、まさかのマイペースで下がらなかったんですが、ここね、今回まず最初にネバネバネットを巻いてしまうと、デカヌちゃんがアンコール覚えてる可能性が結構あるんで、ここは一旦凍える風で素早さ調整していきたいと思います。さあ、おっと、お相手まず畑を落とすから入ってきましたね。ちょっとお盆が取られるのは痛いけど、まあまあまあ、あんまりねそこまで行動する、つもりはないんでね、はい、大丈夫でしょう。さあ、そして相手の素早さを下げつつ、こちらの方が先手になったんで、ネバネバネットですね。さあ、ネバネバネットを巻いていきまして、さて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 。さあ、これがね、後々ね、効いてくるんで。さあ、そしてお相手リフレクターを張ってきた、壁借りか。さあ、どうしようかな。ここからもうしばらくやることないんで、まあ、エアスラでね、連打することで、まあ、ワンチャンひるみでね、ガンガン活躍するという、そんな感じでやっていきましょう。さあ、エアスラッシュ。まあ、けど相手ね、デカヌちゃんなんでね、ほぼほぼ効かない。ほぼほぼ効かないんで、まあ、両壁張られたな。結構厳しいか、これ。まあ、けど、結構エアスラでとりあえずターン稼いでいきますか。さあ、エアスラ連打。おいしょ。ひるめひるめ。オッケーオッケー。あー、ひるまんか。さあ、そして相手が電磁波打ってきた。これで電磁波たたきと、両壁ですね。ってことだけ分かって、ここはもう一回凍える風でもありだな。オッケーオッケー、ここ引っ込めてくる。オッケーオッケーってなってくると、これ凍える風プラスのあれだね、ネバネバネットでさらにって感じですね。おっと、しかも今回オッケーオッケー、素早さ下げていって、相手がミミズズですね。あー、肝心なとこで肝心なとこで麻痺っていく。しばらくは凍える風でいっか。さあ、おー、けど麻痺だけどこっちの方が早いんか。じゃあ大丈夫だな、これ。さあ、そして相手の素早さ下げたが、これエアスラーでよかったな。さあ、そして相手が鉄壁を積んでくる。こういうね、鉄壁を積む、このタイプのポケモンに対して吹き飛ばしがあるんですよね。はいはいはい。さあ、相手のアイアンテール。うい、オッケーオッケー、耐えた。おい。これ、一番大事なところで、一番大事なところで、まあ、ひりやがった。相手アイアンテール。いやー、厳しいですね。ここでアメモースが倒れてしまった。いや、もう、肝心なとこで麻痺引いてしまったな。まあ、けど、ここは相手が、まあ、鉄壁してくるんだったら、まあ、クレセリアでいいんじゃないかな。いや、ヒードラン出すか。ヒードランで行きましょう。よいしょ。ヒードラン出していって、なんでヒードラン出したんだろう。いや、ヒードラン地面4倍だからさ、絶対ヒードラン間違いやったの。なんでヒードラン出しちゃったんだろう。間違えたな。何を考えてるのかわからない。ちょっとクレセリアに引きます。さあ、無駄な一旦を消費しました。なんか、ちょっとね、頭が悪くなってましたね。ちょっと、一旦相手にあげました。さあ、そしてここで、まあ今日、相手がそれによって、まあテラスタル切ってくるんだったとしたらいいんじゃないか。相手は水テラスですね。水テラスになって、で、水テラバとか打ってくるんかな？何してくるんだ、これ。うわ、けど相手が悠長に鉄壁積んでくれたんで、まあ、これは一旦もらったと言っても、過言ではない。そして、はい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 。これでね、壁が、途切れていきます。そして、クレセリアはまだ弱点取られそうにないんで、まあ、このままテラスタルは置いといて、瞑想を積んでいきましょう。さあ、オッケーオッケー、瞑想を積んでいって、クレセリアが結構ね、ネバネバネットによって、先発でね、瞑想を打てるっていうのも結構強いところではありますよね。さあ、そして相手、アイアンテール打ってくる。キランと、オッケーオッケー。いや、いいぞ、これ。さあ、そしてここで光の壁もなくなった。ちょっとね、これはかなり積むチャンスになると思うんで、ガンガン瞑想を積んでいきます。はい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 。さあ、瞑想、いいですね。これは、積み毒だな。さあ、そして、
て、相手がけど鉄壁積むことによってボディプレがあるから青い、あーけどボディプレでそのダメージ、いや強すぎるな強すぎる。あ、ここは一旦月の光しときますか。さあ月の光を打っていって、いやこれ素晴らしいね、これかなり、順調なんじゃないでしょうか。さあそして相手アイアンテール、いやこれあれだな、月の光もう一旦後でよかったな。さあそして瞑想を積んでいきましょう。さあいやこれはねもうガンガン積んでいきますよ、さすがに。まあけどちょっとね、この後またねデカヌちゃんが出てくるんで、まあそれがねどうかなっていう話ですよね。オッケーオッケー、アイアンテール全然大丈夫。これもう一回瞑想積みます、さらに積みます、もうガンガン積みます。さあ瞑想、よいしょ、いやこれ強いよ。さあそしてデカヌちゃんはまああんまり気にしなくてよくて、あと1体だな、あと1体が特殊だったらもう勝ちって感じですかね。さあアイアンテールでかなり削られていったんで、ここで月の光、さあ月の光で回復していって、オッケー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 、いや素晴らしいよこれもう勝ったでしょ、シンプルにクレセリアが強すぎる。でここでまあもう一回瞑想して、その後月の光撃ってから倒していきますか。オッケーオッケーオッケー。この間にもうガンガン積んでいって。もうあるあるですよね。クレセリアあるある。こういうね、もう、いい対面作っちゃえばもう無敵の要塞になるっていうのね。あるあるだと思います。はい。そしたら月の光撃っていきましょう。さあ。まあけど余裕あるから、この間にね、瞑想全部積むっていうのもね、ありではあるんですが、まあ、そうすると、そのうちね、相手が、あ、これいいね。これ相手が外したタイミングで、ここで結構、ね、残ってるんで、10万打っていきますか。10万ボルト、よいしょ。オッケー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 。いや、強い。さあ、そして、ミミズズ倒していって、さあ、続いて相手誰出てくるか。一回デカヌちゃん挟むっていうのもありますよね。一回デカヌちゃん挟んで、壁張って、みたいな、動きもね、結構強そうですよね。さてと、出てきたのはデカヌちゃん。お帰りなさい。で、相手、ちょっとね、これ素早さ関係が変わる。で、相手が、ちょっとね、畑持ってるんで、それが抜群なんで、テラスタルして10万打っていきましょう。よいしょ、さあ、テラスタル。さてさてさて、いやー、このクレセリアね、ちょっと、レイビノかムーンフォか、ちょっと悩んでたんですけど、なんかね、見てる感じ、ムーンフォの方が強そうだから、クレセリアね、わざムーンフォに変えようと思ってたんですが、すっかり忘れてましたね。さあ、そして、レンジ波を無効化、完璧すぎる。さあ、からの、さあ、瞑想をガンガン積んだ10万ボルトが、しっかりと当たっていく。素晴らしい。いやー、いいね、いいね。オッケーオッケー。さあ、そして、相手続いてね、3体目の登場ですね。いや、これ、クレセリアがシンプルに強い。さて、お相手続いて出てくるのは、おー、わだちですか。久しぶりに見たな。そして、ネバネバネットで素早さを下げる。このネバネバネットがね、ずっと効いてくるのが、強いですよね。まあただこれ今回クォークジャージによって攻撃型か。オッケーオッケー。まあここはレイビかな。レイビ打っていきましょう。さあオッケーオッケー。素早さ関係変わってますね。いや素晴らしい。おーいいダメージ。さあそして相手の自信は冬なんで関係ないと。いやクレセリアのね電気テラス冬はね皆さんしっかり覚えておきましょう。ということで対戦ありがとうございました。いやー、いいね。ネバネバネットとクレセドラン結構噛み合いますね。対戦ありがとうございました。それでは2戦目やっていきましょう。ちょっと先発武人が怖いところではありますけれども、まあまあまあ、メモーズ海流ヒドランでやっていきましょう。ゆかさん、対戦よろしくお願いいたします。では、やってまいりますか。さて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 、お相手ハッサムですね。まあ、ハッサムだったら、これかなりね、有利対面ですね。ハッサムだったら、まあ、威嚇入れて、オッケー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 。かなりね、これ削れると思いますね。これは相手よりこちらの方がすでに早い状況なんで、まあ、まずは先発ネバネバネット巻いていきます。さあ、オッケーネバネバネット巻いて、これね、アメモースが、まあ、相手よりね、遅い、早い、んなんだわからなかった。さあ、相手がちょっとこれ、剣の舞積んできた。これはちょっとやばいんで、吹き飛ばします。さあ、相手がバレパン打ってくる。痛いんだって。まあまあまあ、これでお盆でしっかりと耐えていく。オッケーオッケーオッケー。さあ、こういうね、積み技に対しても吹き飛ばしあるの強いですよね。アメモースのね、基本的な構造としては、アメモースより、遅いポケモンが出てきたら、普通にね、ネバネバ前ネットを巻いて、
で、雨モンスターより速いポケモン出てきた場合は、まず凍える風を打って、こちらが速い状況にしてから2ターン目にね、ネバネバネットを巻くという、そういったね、流れになっております。さあ、そして羽ばたく髪をネットにかけていく。で、これによって、こちらの方がね、速くなるんですよね。相手がまあ、スカーフとかブーストエナジーとかで素早さ上がってた場合は別ですけど、こういう時にこちらの方が速くなるっていうのはね、かなり優秀なところですね。はいはい。そしてあとはひたすらエアスラやってワンチャンこうやってねひるんで攻撃回数が増えると、これがねアメモースの強いところです。結構エアスラッシュもね噛み合ってるんですよね。なんで結構このアメモースのね技4つはね固定なんじゃないかなって思いますね。さあ相手のパワージェムで倒れていくが、まあ十分仕事はしたんじゃないでしょうか。さあそして十分仕事できたんで、いいねいいね、相手の羽ばたく髪弾か珍しい。で、まあ、ここはそうだな。はい、ヒードランから行きたいと思います。さあ、そして、まあ、こちらのヒードラン。まあ、ラスターカノンでいいかな。ラスターカノン打っていきます。さあ、オッケー。いやー、これ相手の方が早い。いや、これね、そう、正直これヒードランね、素早さ振ってないんですよね。うん、アメモースと一緒に使うなら、あれだな、相手が素早さマイナスになった時に、ヒードランの方が早いとこまで素早さ振った方がいいかもしれない今回ちょっとね、アメモース単体でね育てちゃったんで、まあ構築アメモース結構ね強いと思うんで、構築にねガチで組み込むんだったとしたら、こういうところもね変えた方がいいのかなっていう、気はしますね。そしてさあ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 、ここからまあテラスタルテラバースト打っていきますか。もうそれでいい気がするな。あー、相手ウーラオス引っ込めてきた。マジか。引っ込めてくるんかい。そして相手が出てきたのはハッサム。まあけど、ハッサムだったら全然大丈夫か。さあ、そして相手ネバネバネットで素早さ下げていって。いや、これね、次難しいのが、ハッサムね、ヒードランにハッサム投げてきたってことは、絶対これね、テラスタルするんですよね。うん。で、だから、炎技、あんまり打たない方が良くて、これは、おそらくですけど、相手のハッサム、今ね、一番ハッサムで多いのって、水テラスなんで、まあ、次のターンね、水テラス読みで、3テラバ打ってもいい気がするな。まあ、外れたとしても、多分一撃ではやられないから、ちょっとここはね、読みでテラバースト打ちます。おいテラスタルせんのかい。テラスタルせんのかい。まあまあまあ、そんな日もあります。トンボで戻っていった。痛いな。いやー、そうか。トンボがあるんか。いや、けど、それでもでしょ。いやー、読み合いに負けましたね。そして、出てきたのが、相手がウーラオスか。いや、これね、どうだろう。ウーラオスが、次引いてくるかどうかだよな。次引いてくるか引いてこないか。ここ難しいとこですね。マグマストームか、テラバーストか。ここもまた二択になってくるが、次は、引いてくるね。はい。次、多分、いやー、引かないかな。テラバー打っていきましょう。うわー、悪事あったわ。そういえば。そういえば悪事あったわ。ダメだ、こりゃ。さあ、ヒートラン倒れてしまった。いや、ってなってくると、いやー、海流か。海流単体で、まあまあまあ。一応ね、全然水流レンダーも、あれですね、インファも、とりあえず受けれるんで、まあ、一旦竜舞打ってもいいかもな。一旦竜舞打ちます。おー、ここで相手がテラスタルか。ここで相手がテラスタルで。でも今回はね、もう、ウーラオスが氷技を持っているパターンは、もう考えても無駄なんで、そこはね、ちょっとね、切っていきたいと思います。そして相手がテラスタルして、で、竜舞打ったけど、相手、いや、テラバーストはね、正直そんなに確率としては少ないはず。大丈夫なはずではある。さあ、相手、アイヘイか。アイヘイだったら大丈夫。オッケーオッケーオッケー。いいですね。さあ、そしたら、ま、ここは地震打っていきますか。地震打っていきましょう。さあ、オッケー。地震を打っていって、オッケーオッケーオッケー。確認ですね。さあ、そして相手がアイアンヘッドで昼間じゃない。昼むのはこっちが先だから大丈夫で。まあ、羽休め打っていきますか。いやー、いいね、いいね、いいね。まあ、竜舞今回打ったからっていうのもあるんですけれどもね、竜舞打つ前から、ネバネバネットでね、海竜の方が先に動けるっていうのが、かなり強力ですよね。そう、そして、羽休めで、オッケーオッケーオッケー。さあ、体力満タンにしていって、丸透け込みでアイアンヘッドを食らっていく。で、このタイミングでもう地震で倒しますか。さあ、地震を打って、さあ、これでウーラオス倒せたんで、あとはまあ、ハッサムなんですが、まあ、ハッサムは、まあ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 、地震でなんとかなるんじゃないでしょうか。竜舞打ってるしね。
で、相手の方が遅いから、相手のハッサムね、出てきた。まあ、ここは自信ですかね。で、相手のハッサムとしては、こちらに抜群はつけないよね。ハッサムって結構、トンボ、バレパン、あと、なんだ、泥棒、剣の前、テラバー、その辺ですか。なんで、大丈夫かな。自信打っていきましょう。さあ、相手バレパンで押してくる。それくらいしか相手はなさそうですね。さあ、そして自信。よっこいしょ。さあ、どれぐらい入る？おお、めっちゃ入った。これは、新速で落ちないな。新速で落ちない圏内だな。まあまあまあ、とりあえず、でも、こちらもバレパンで落ちない圏内なんで、落ちない圏内ってなんだよ。圏内じゃないやん。圏外だな。まあ、なんで、これで自信で終わりですね。オッケーオッケー。いやー、海竜とかね、ヒードランとか、かなり、ここら辺のね、ポケモンと相性がいいんじゃないでしょうか。ということで、対戦。ありがとうございました。いや、素晴らしい。アメモスね。かなり、通ったんじゃないでしょうか。対戦ありがとうございました。はい、ということで、本日はこちら、アメモスね、使っていきましたけれども、まあね、こういうね、先発サポート役って、あんまりね、活躍するってことがないんで、まあ、見栄えは悪いんですが、まあ、使ってみた感想としては、かなりね、優秀だなっていうのを思いましたね。はい。アメモースね、結構凍える風入れてからのネバネバネットを巻いて、で、そこからエアスラで常にね、ワンチャン生まれるっていうのが強いなって思うのと、で、あとはまあ、海竜とかヒードランとか、まあ今回はね、ちょっとヒードランね、S 振ってないヒードラン出しちゃって、羽ばたかみの後になったっていうね、あんまり良くない手だったんですけれども、まあそこのね、S 調整さえすれば、結構ネバネバネットをね、軸に考える構築っていうのもね、かなり優秀なんじゃないかなっていう、感じですね。で、あと、結構テラスタルって、水タイプっていうのがかなり噛み合って、で、この水っていうのは、飴玉からね、引き継げるんで、かなりね、コスパもいいんじゃないかなと思います。ということで、皆さんぜひとも使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。